ルイケチョドバです。2022年戦力分析ビファーレン長崎編やっていこうと思います。 J2 は全チーム紹介というよりも私が個人的に気になっているチームを紹介していくといった形になるかと思います。で、今回はビファーレン長崎めちゃくちゃね来シーズン強いのかなというところで紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでこちらがスタメン表、そしてインアウトの情報となっております。新体制発表会では3トップなども監督が示唆していたというところはありますが、今回の動画では昨年に引き続き442で紹介していきたいと思います。ということで長崎のメンバーなんですけど、昨年ね非常にいいサッカーしてました。そこで活躍した選手が J1 へステップアップするんではないかといった危惧がありましたが、しっかりね残留させ、さらにはねいい補強もできたというところで2022シーズン長崎ね期待できるんじゃないかなというふうに思います。まずはゴールキーパーですが、昨シーズン守護神として活躍した富澤選手が残留し、新たに大宮アルディージャから笠原選手といった経験値そして実力あるゴールキーパー補強というところでですね、充実のゴールキーパーのラインナップとなっております。続いてディフェンスのところは結構変化がありまして、一番大きなところで言うとマイクマ選手がセレッソ大阪に引き抜かれたといった形となりました。このマイクマ選手の移籍というのが長崎にとっては一番痛かったとは思うんですけど、そのポジションにですね清水から奥井選手、そして柏レイソルから高橋俊樹選手、獲得したというところで J1 からサイドバック2枚を、取ってこれたっていうのは非常に的確な補強が行えました。加えてセンターバックのところでは新里選手やフレイレ選手が移籍してしまいましたが、そのポジションには北九州から村松選手、大宮アルディージャから串引選手といったどちらもね実力あるセンターバックの選手取れたということでですね、センターバックの層だいぶ厚くなったなといった印象です。昨シーズンは江川選手非常に活躍して、もしかしたらこの選手も J1 へステップアップ移籍なんかもあるのかなと個人的に思っていたんですけど、その選手もしっかり残留したというところで、二見選手も含めていい選手センターバック揃っているなといった印象です。続いてボランチのところは新加入といった選手はなくて、アウトで磯村選手が栃木に行ったといったところになりました。このボランチのポジションはカイオセザール選手が今シーズンから背番号10番をつけチームキャプテンに就任するといったところになりました。まあカイオセザール選手に関しては昨シーズン見ても分かったように J2 レベルの選手じゃないというところでですね、まあこの選手が今シーズンからね新たにいろんな役職ついたというところでね、まあ期待がかかっているといったところになります。そしてサイドハーフのところで言うと、水戸から新加入奥田光也選手加入することとなりました。奥田選手はサイドハーフもできますし2トップの一角もできるというところでポジション悩んだんですけど、2トップとかね後々説明しますけどめちゃくちゃ戦力がやばいことになっているというところで今回右サイドに置かせていただきました。まあ右サイドは昨シーズン活躍していたウェリントンハット選手と契約できなかったというところでですね、ウェリントンハット選手と奥田選手タイプは違いますけど、奥田選手のあのリラックスしたプレー、パスなんか見ててもねこの長崎の得点力ある2トップの選手なんかを活かせることができるようなそんな選手ですので、奥田選手は攻撃のアクセントとして本当に期待かかるなといったところになります。でその2トップのポジションなんですけど、昨シーズン後半覚醒した上中選手いますし、エジガルジュニオ選手や徳倉選手もいて、でイバルボ選手のところも怪我から完全復活した活躍期待されますし、なんといっても柏レイソルからクリスティアーノ選手加入したというところで、本当にね層が厚い、この5人の選手誰が出ても得点大いに期待できるというところで、本当にこれは J2 レベルではないようなね戦力となっております。この攻撃力が爆発すると、まあ、シーズン何点取れるんだっていうところになってきますので、今シーズンの長崎かなり期待できると思います。はい、ということで以上でビファーレン長崎の戦力分析となります。また他のチームの戦力分析の動画も上げていこうと思いますので、この動画良かったなと思った方はねチャンネル登録高評価してもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。